高橋圭介が負けた？何のことだ？そんな86、俺だって知らねえぞ。目と目が合う瞬間過ぎたと気づいた。 OK だ。ゴールの準備はいいぞ。そろそろ行くか。 OK。 目と目が合う瞬間過ぎたと気づいた。チキショー、また激しくなってきたぜ。相手は赤木の走り屋だ。どっちの地元でもないってことでは条件は互角だけど、問題はこの雨だ。あいつ雨でも走れんのかな。目と目が合う瞬間過ぎたと気づいた。あ、危ねえ。ギリギリに膨らんできやがるぞ。目と目が合う瞬間過ぎたと気づいた。目と目が合う瞬間過ぎたと気づいた。